宇部警察署は7月17日、宇部安全運転管理者協議会と連携し、富士グラン宇部で交通事故防止の啓発活動を行いました。署員2人と同協議会の6人が参加しました。買い物に訪れた高齢者らに安全運転などを呼びかけるチラシを手渡しました。